全部あのお掃除から、全部庭のお掃除からもう全部、水の打ち方からも。そうですよ、ね。あ、はい。飛び石がどのくらいあのお客様のために濡れているのが一番通りやすいかとか、ね、うん、そこから始まりますから。はい。まあ、ちょっと大変といえば大変なんですけど、楽しみといえば楽しみなんです。うん、あの何か言葉でなんかいくらあの論じてみても、はい、一服の美味しいお茶も立たないわけですからという。で、あの、うん、普通おおよそのお茶会って言ったの説明しますけれど、ええ、本来のお茶というのは別に説明することもなく、はい、感じ取っていただければ、ね、はい、というところなんですよね。そうですね。今あのいろんなことが家庭というものから、はい、あの独立しちゃいましたからね。そうですね。それぞれあの、うん、じゃ あのお客様とお茶を飲む時は喫茶店行きます、はいはい、じゃあ何かあの観光総裁はじゃあそういう式場にしましょ う、はい、あの昔でしたらみんなあのいわゆる家庭に招いて皆さんでという、はい、うん、それが全部あの独立しまして、全部機能として産 業、はい、産業化はい、分化されましたと、はい、そうですね。ですからトータル時なそのものとお掃除はお掃除をすると、はい、もう年がら年中お掃除だけをしてる、お料理を作る人は年がら年中 お料理を作ってる、はい、お茶の世界ってのはもう本当にあのお茶とは何ぞやと言いますと、もう本当にあの野の花を摘んで、はい、あのお水を汲んで、はい、それで、まあ、私も飲んでお客さんも飲んでというそういう風な、はい、本来はそのトータルのものなんですけれど、ええ、まあ、なかなか分化しちゃいましたからね、いろんなものがそれぞれ独立しちゃいましたから、そうですね、あらお掃除はするもんではないわみたいな、お掃除はお掃除屋さん、からお料理はお料理屋さん、うんうん、だからお茶の世界ってのはそうではなくて、本来人がすること、はい、本当にあの一服のお茶をいかに美味しく、はい、あの花を摘んで、はい、それから湯を汲んで、そこでお湯を沸かして、はい、僕のお茶をいただきましょうという、そういうふうな世界ですからね、はい、例えば今日誰かをお迎えすると、その人を思ってその人に会う、その人のいろんな好みとか、今日のその季節、気候だとか、いろんなことを考えながら支度する中でその気持ちが高まりますよね。だから相手の人も感じてくれるんですね。そういうことなんですね。ですよね。まあ、あのおおよそのお茶会に行きますと、よくあの、まあ、皆さん初めての方もいるんで、はい、ご説明しますけれども、はい、そもそもあの説明するものではなくあの感じていただくもの。それは確かにね。感じていただくものであって、要はあの五感を鍛えて第六感を鍛えますというね、はい、あの見たり聞いたり、うん、あの触れたりとか、はい、そういうものを通して感性を育てていく、うんうん、あの私なんかは本当に何もしたことないんですけれど、要は所作とかですね、はい、そういうものも形はあるかもしれないけれど、気持ちがこもってそれを繰り返しているとやっぱりある所作になっていくんですよね。はい、そうですね。あの何か難しい作法とかそういうんではなく、最もあの合理的で、うん、あの特に表の場合ですと本当の一番あの簡素な、はい、いろんな流派さんありますけれど、はい、表の場合ですともう本当に一番基本的な動作、うん、はい、お茶を入れるのに一番美しい、はい、最もあの合理的で無駄のないというか、はい、で簡素な、はい、一番原型というのを、まあ、追求してきたのかなっていう感じもしますけどね、うんうんうん、っていうことは他のことに気を散らすこともなく、なく本当に一服のお茶をいかに美味しくいただいていくか、はい、いただくかというね、はい、ただそれお茶をとは何でただ一服のお茶を共にいただく、まあもてなしいただき、はいはい、そういうということですね、うん、そこにそのいろんな余分なことをこう
思い起こさないというか削っていくっていう、 そうですね、それがやっぱり繰り返し繰り返し、はい、研ぎ澄まされた形になっていくのではなかろうかという、うん、最も原型というか、うん、所作の視点の最もその簡素で合理的で美しく、はいはい、そうすると、うん、まあ、お茶の世界の所作というようになってくるのかなというふうな感じがしますけど、うん、人が感じるのは要は所作の中にね、はい、そういうものを人は本能的に見切ってしまうんですかね、そうですね、うん、ですからよくお能の何かで歩き方三連ですとか、はいはいはい、ほんのちょっとの思うんですけど、ほんの些細なことなんですよね、はい、で多分こう先をこう見通すということにおいても、はい、ほんの些細なこと、はい、それをこうかんいかに感じ取るか、うん、ですね、でそういう、まあ、ことを感じ取れるようになって、まあ、お稽古を通じてね、はい、で感じ取れるようになっていただきたいというのが、うん、でお茶の本当の本質というのはこう目に見えない部分、はい、精神的なものになってくるんではなかろうかなという、目に見えないところが本当のお茶なんですよという、うん、で目に見えてるところはまあ目に見えますねという分かる範囲なんですけれど、はい、例えばこの部屋の中の気を感じたり、うん、はい、どなたかがそんな本を書いていらっしゃいましたけれど、うん、世界ですよね、うんうん、気分とか、はい、気ですとか、はい、そう目に見えない世界、そうですね、はい、で西洋の方なども論理的な思考をされるんですけれど、はい、その例えば偶然だとか、はい、そういう目に見えないもの、うん、偶然性だとかそういうものをどういうふうにこう、うん、理論づけるというか、決して日本のこうお茶の世界で追求していくものが、はい、古いものではなく、むしろ前衛的な最もその瞬間、はい、美しさっていうのを感じるのによく家元がこう服装をさばくシーンがあるんですけど、はい、どなたももうみんな我々もそうなんですけれど同じことをしてるんです、はい、ところがそのほんの何秒の何秒の世界、うん、何秒の何分の1かの世界、何分の1かの世界、その服装がパラッと落ちるその瞬間なんですよね、はい、こういうことが有限の美と言われる、これが美しいと言われる世界という、うん、それはほんの一瞬の出来事なんですよね、うん、でもそれがその場というか空間を共有して感じられる人がいるということですね、そうですね、意識ではなくて体の中 で、ね、まあ、体全体でというか、その一緒に入っちゃってるんですよね、そういうことなんですよね、うん、この瞬間なんですよ、はい、で翌日の一夜とかそういうお茶の世界で言われますけれど、はい、一期一会の解釈の仕方というのは、うん、まあ、いろんな解釈の仕方あるんでしょうけれど、はい、まあ、今日の日はさようならこれが一回ですよと、そういうふうな解釈の仕方よりもむしろ、うん、一期一会というのはその常に輝き続ける、はい、次の瞬間に向かって常に輝き続けなくてはいけないというふうな前衛的な考え方にすると、うん、非常に難しい世界、そうですね、人もね、あ、はい、どうぞ、はい、では、はい、じゃあよろしくお願いします、はい。